さんへ。今度の女神祭、二人だけでデートしてください。恋文ベル君に恋文だなんて。相手は誰だ。酒場のシル様です。本当？シル、冒険者君を誘ったの？シ、声が大きいって。ベルクラネル、その品のない顔、極めて不愉快です。あの方がベルクラネルとデートすることになった。ウサギの贄を処分すべし。ふざけんなバカ。奴はフレイヤ様が望む獲物だ。くだらねえ、帰るぞ。期待外れだ。あなたはこれより改造を施す。声が小さい。わかりました、ヘディスさん。声がでかい。もしあの子にあなたの嘘がバレたら、それで終わり。約束できる。ベルさん、行きましょう。シルさん、